マキラチャンネル、皆様本日もポチッとありがとうございます。はい、ということで本日の、動画はですね、3位を買いましたっていう動画になります。もうご報告ですね。私以前動画でアイク病院にしましたって、伝えたんですけども、ちょっととある理由により3位を変えることになりました。はい、病院に行って、受付っていうんですか、ここにしたいですって伝えて、今通ってる産婦人科にも伝えてたんですけど、旦那さんから、そういえばさ、アイクってさ、女の人だけで産めんのって言われたんですよ。女の人だけで出産っていうのも、旦那さんは男の人と私が接することを本当に嫌がるんですよ。もちろんこの間の上着動画にも上げさせていただいたんですけど、男の人と2人でお話ししたり、お出かけしたり、ご飯したり、まあ、手つないでは一番なんですけど、っていうのを本当にもう嫌がるので、我が家のルールでは、もう私は男の人と本当に触れない。ファンの人とかだったらまだいいという許可があるんですけど、一般の方とかそういう、ね、方とはもう喋らない、コミュニケーションを取らない、一緒だっていうね、ルールがあるんですけど、お医者さんとか美容師、整体とかもう全部 NG です。なので病院も今産婦人科に通ってるんですけど、男の先生は NG ということで、女医の先生、女医さんに、見ていただいてるんですけど、出産するその時も女の人だけがいいっていう意見をいただきまして、別に私はいいんですけど、その股なんか見られたって忘れるでしょ、ちょっと股けど旦那さんがやっぱ嫌だって主張してたので、それをお伺いしたんですよ。すいません、ここって女性スタッフだけで産めますか？もちろんダメなんですよね。っていうのも、出産、まあ、計画的だったらまだいいんですけど、ね、いつ生まれるか分かんないじゃん、陣痛がちょっと長かったとか、予定日一応決まってるけど、その時に、ね、瞬間的に生まれるってことはないので、はい、ということで、まあ、ちょっと難しいと。まあ、めんどくさい妊婦って絶対思われてるんで、私電話超苦手なんで、実はこれうちのファンの人に頼んだんですよ。最低だよね、本当に。で、そういうなんか、なんだろう、まあ、これめんどくさいって思われるんだろうなとか、そういうことを思うと電話できないんですよ。予約の電話できるんですけど、キャンセル、ドタキャンのキャンセルとか、もうなんか怖くてできなくて、もうずっと私が電話しなくちゃいけないとか、いや、聞きたくないよ、でも絶対ダメだよなって、もうすんごいよね。ネットで便利屋探して電話させようとしたんですけど、9000円とかめっちゃ高くて、それをなんかリスナーさんに言ったら、電話してくれたって神の方がいて、その人にもう甘えて、すいませんって言って、聞いてくださいって言って聞いてもらって、結果はまあダメっていうか、その何考えてんのって言われて、ツイッターにも開けたら何考えてるって言われたんですけど、私もそう思いますと思って、はい、ということで、はい、ちょっと他の病院を探そうかということになりました。で、あと一つは動画の撮影ですね。出産っていうのは本当神秘的なものだから、動画撮るなんてそんなありえないっていう方もいらっしゃったり、立ち会いも、いや、新鮮なものなのに他の部外者が入るなんてありえないって方って、もう本当に世の中にはいっぱい意見があると思うんですけど、私は動画にしたいんですよ。これは私も同じ意見で、その生まれるこの股の赤ちゃんの頭丸ごとじゃなくて、まあ、横からちょっと映させていただいて、この頑張ってるよっていう姿、お母さん頑張ってるって、私頑張ったっていう記録をちょっと残したいので、まあ、この辺とか横とか様子みたいなのを記録として残したいなと思うんですけど、それがやっぱり趣味で撮る、自分の思い出として撮るならいいけど、SNS に上げる行為はダメだったんですね。そういう病院は他のところも探したんですけど、 YouTuber さんとかやっぱ出産の様子上げてる方いらっしゃるじゃないですか。その方とかに聞いて同じところの病院にしようとか思ったんですけど、まあ、結局そこも方針が変わってしまって、今は動画撮影 NG ってなってたりとかするので、この2点、女性だけで見たいっていうのと、動画撮影が可能なのかっていうのね、この2点をクリアできる病院を改めてちょっと探しまいります。ちょっとこれがね、もう不安のすごい時間だったんですけど、今更もう6ヶ月、その時6ヶ月後半だったので、6ヶ月後半で産院探す、またみたいな、ちょっとね、遅すぎたりすると病院がもう変わってる気がするから、もうめちゃくちゃ不安で、もういろんなとこに問い合わせしたり、電話が苦手なので、
なるべくね、メール問い合わせして、あとリスナーさんとかに、ちょっと家とかありませんかとか、こうやって聞いて、こういいんじゃないのつって調べたりとか、もう地元が千葉なんで、もう最悪千葉の方で、里帰り出産でもいいから千葉でも行って探して、ようやく一件、動画も OK、 女性も OK、まあもしかしたら男性いるかも、その中に緊急でこの人しかいないって可能性もなきにしもあらずだから分かんないけどっておっしゃっていただいたんですけど、見つかったんです。もう産院さんもすいません、このわがまま夫婦のねえ感じ、申し訳ないんですけど、ということで、そちらの病院も予約して、お電話してね、それもお伝えして、病院に行くことになりました。多分ここで決まりそうです、多分というね、ご報告です。あのツイッターにも探してたり、産院来ないよってちょっとお騒がせしてしまったので、まあ、この動画を上げさせていただこうと思って撮らせていただきました。はい、ということでね、今から出産される方とか、まだ産院決まってないよっていう方がいたら、なるべく本当に早めに、お見せてやりですね、病院を決めたり、あと旦那さんの意見がもしかしたら変わったり、家族の意見が変わったりする可能性もあるので、ちょっとコミュニケーションをここの病院にしたいけど、なんか聞きたいことある、確認したいことあるって、ちょっと早めに早めに確認しないと、後からもうじゃねって言われたことに対してすごい自分も不安になってしまうので、なるべく私みたいにもうギリギリであわあわわって、いや助けてってならないように、はい、早め早めがいいと思いますので、皆さんよかったら私の失敗と焦りを参考に、してください。はい、ということで、皆様本日も本当に動画最後まで見てくださってありがとうございました。皆様も心と体の健康を第一に過ごしていきましょう。はい、ということで、またねー。